タイラップが欲しい。ゲット。今日はカワハギを狙います。それでは始めましょう。嫌な予感がする。グーフーベラ、グーフーとベラしか釣れません。もう、カワハギはいないのかな。カマスを狙ってみる？カマスを狙ってみます。全力で投げる。そこまで重りを沈める。リフト&フォールさせる。カマスはフォールの時に食いついてくるみたいです。今日はカマスがいない感じです。もう、お家に帰ります。まだ、午後7時です。相模川の河口で、巨大マハゼを狙ってみる？ハゼ狙いは、超久しぶり。確か、ハゼは夜でも釣れるはずです。ここでやってみます。カワハギ仕掛けとサビキ仕掛けしか持っていません。いつもは、使いかけの電池が入っているのに。では、ハゼ狙いを始めましょう。これで、穂先を照らします。ギリ、穂先が見える。干潮なので、流れが早いです。当たった。
気のせいかな。おや？何か連れているっぽいです。ハゼ？ゴンちゃんだよー。もっと、川の上流に行こう。何も釣れません。餌も全く食われません。今日は、マテ貝を用意しました。マテ貝は、針につけやすいです。カワハギをすぐに釣って帰ります。どうやら、バイクのタイヤがパンクしてるっぽいです。バイク屋の話では、どこかに穴が開いているのは、間違いないそうです。ヒット。これは小さいので、風偶ではなさそう。これは、嫌な予感がする。うおお。これは、カワハギだー。カワハギは、グイングインと横方向に逃げようとするのだ。ほら、カワハギです。やったぜ。やや小ぶりだけど、お持ち帰りします。魚たちは、学習したようです。餌は食われるが、当たりが出なくなった。一時間ぶりに、魚がヒットした。もう、帰ります。パンクは、してなかったのかな。空気圧は、大丈夫そうです。数時間前に、このバイク屋で空気を入れてもらったのだ。大根を買います。タイヤが異常なのは間違いない。
家に帰ったら、原因を探ります。やっぱ、パンクしてる。タイヤが完全にベコベコになっている。1キロ先にバイク屋があるので、行ってみます。歩道、狭いなー。ここ、津市のトンネルです。絶対に、心霊スポットだろう？バイク屋、あった。パンク修理完了。本日の獲物です。カワハギはお鍋にします。今日は辛味大根を食べます。はい、完成です。カブ。超うまいです。辛味大根。超辛いです。応援をお願いします。